忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父よ、罪人はその命をもって
償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。ユナ、あれは？違う、タカじゃない。そうか。Bildim bağara.
檻だ。タカか。見に行こう。違う、タカじゃない。よく中に入れたな。逃げるぞ、話は後だ。行くよ。川まで進むぞ、そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが、多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば、鍛冶屋の男を見た。若くて、ヒゲの生える。走れ！走れ！
よ。すまなかった。殺さないでくれ。お前は名馬だ。いや、やつかもしれん。
Negozi. ムクロだ。 誰が殺した？ 恐ろしい侍です。
やつは重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。
王子が言っていた橋、泣き声がする。どこだ。お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくて忘れられません。蹄の後、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。おい、アルボー、ジプセケイ、ビル、キューマThank you.
古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきも何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は法師の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な。白い葉の木を見つけねば。侍様、ここを通ってはなりません。古賀はここの葉を集めたのか。人のうめき声だ。
動くな。お侍様ならきっと対馬をお救いくださる。逃げられそうか。体は動きますが、猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。アザモの方には危うくて行けません。始末しておこう。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。これ以上は何も知らないんだ。
犯人は猛虎を連れた男か。